主任のポートレート、はい、おはようございます、主任です。おはようございます。先日ライブ配信見ていただいてありがとうございました。楽しかったです。まあ結果はね、元レーサーが勝ったそんな感じでしたね。で、11月も残りわずかになってきて、まだねちょっとねマイナスなので、今日はしっかりねちょっとプラスに転じさせてから、まあ無理に勝ちにはね、いかない、しっかり勝ちを積み重ねるという意識でねやっていけたらいいかなと思っております。ここは143、まあ3連単で1000円勝ってましたが、まあ徳山、無難な徳山であれば予想はしやすくなるので、うん、頑張ってほしい。1、2、4、まあ徳山はねやっぱ偶の目が強いっていう印象なので、1、2、3、4で決まってくれるのであれば、今日はもうもらったようなもんです。さあ、1、2、3かな。彼の出目ですねこのヘルメット、これ本物なんで、現役最後のレースでつけてたヘルメットを置いていってくれました。でまた来るってね言ってくれてたんで、山崎さん、1、2、3。さあ山崎さんの出目、まあここはもうクソ安いところですよ。でまあこういうところでね徳山決まるんだったら、今日はもう荒れない徳山。ただね、荒れない徳山は安いんですよね、とにかく。あ、132になる、一番人気。はい、まあまあそんな感じで今日はね回していきたいんですが、まだマイナスがね3万ぐらい実はありまして、まあまあ143なんてね、そっかそっか、はい、特じゃなかった。まあそんな感じで今日は1日かけてしっかりプラスにね、まずは転じさせることをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ徳山にレース行きます。やっぱモーニング早いねまだ9時過ぎなのに、もう2レース、ここも2回目、1000円か。まだ135です。羽野くんがまあ3で3コースから、田添さんがついていってくれたら嬉しい。うん、いやー、1、2、3っぽい。いったろ、ここはいけ。で、さあ、ちょっとごちゃついてするっと。まあ狙いに行ってるからな、厳しいか。うおーおー、いや、やっぱ6も来るんや。大平さん142、うわー、あらら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 143。いや、雄平がさ、こそっとこれ書いてんすよ1、3、4。でも1、4、3、1、4、2でも迷ってたんですよ、ずっと。はい、じゃあ徳山3レースいきます。寒いねちょうどいいけどね今すぐ食べたけど寒いよ寒いし、朝早いし、ちょっと当たって一回テンション上げていきたいですね。ね、ただここはもう2差しガチガチの場所、もうあとはねどのくじを引けるかっていう、もうそういうとこですね。
で僕はねこの山崎さんがすごく信頼できる選手だなって思ってるんだけど134あー2番まあまあまあこれはもうねいやこれは6分の1引くかどうかするんですね。まあ今井さんそれこそこの前遊びに来てくれた元レーサーの山崎信弘さんの同期ですね福岡。今井さんはすごくいい人だって言ってた。たださっき見た感じだとちょっとやっぱのどうなんだろうな足も良くなさそうだなって思ってたけどまあ言ってもやっぱこのメンツの中でそうなっていくよね。お、夕日当たったんです。当たりました。ちょっと見せとき、見せとき。当たりましたってね。いやこれはもうでも1、2万人気当てましたって。それはもうね逆ですよもう。いや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 。4.9 倍。4.9 倍当てましたって胸張ってたら俺はもう殴ります。でもねこれはでも当てに。行くとこうなるけど。はい、徳山4レースです。で、見ていただいてる皆さんはもうお気づきだと思うんですけど、お前らこっからどうやって30万勝つんだよって話なんです。あの、もうその企画は今月は無理です。あの、すいません偉そうに言っときながら無理なんかいって話なんですがやっぱ目標の切り替えは大切なので、残り今日とまあ次回木曜日ね、2回でアラジンストーブを買う回にしたいと思います。あのスタジオがね寒い。ガスストーブ、まあ、僕らキャンプとかもね、好きなのでキャンプ場とかでも使えるカセットコンロでね動くアラジンストーブまあ今ここに出てると思うけどそれを買いたいと思います。だからシンプルに勝ちに行かせてほしい。そしてここはね1、2が売れてたけど1、4、2の目で勝っ、お来たやろ1、4やろこれ当たるぞ当たるぞ当たるぞ当たるんじゃないこれは。エビスモッツさんはね、もう自分で操縦不能って言ってたぐらいだから。いや、当てさせて、アラジンストーブをかわしてください。6が来たね、6が。ただね、こっから1、2、4になるかの、行かせて、丁寧に。丁寧に行こう。行かせて、OK! よしよしよし。いやでも俺はね、まだ疑ってますよ。あ、ほんと？ちょっとまだ。まだ疑ってる。ちょっと田川くんはもういらんこと、うちから入ってきて邪魔すんなよ。ここはもう先に回って、2外行って、後ろ、OK! よしよしよし。いやちょっとちょっと。いや伸びてくるな。さん。伸びてくるな。もうやめて。あ怖い。大丈夫だよ。いや、これね、怪しいんすよ。伸びるな。怖いんすよ。服買っとったらよかったっちゃう。怖いんですけど、いやー、地元いやー、木並みに乗るなよ。よしよしよし。いや怖い。いやまだ握られたら怖い。お願いします。コバさん、頑張らないで。これ怖い、まだ。頑張らんでーやめてー粘ってくれ頼む頼むって。モーターが。これは大きいね。頼むよ。頼むって握られたら怖い。1秒前までは4やったね。いや今のは2一瞬ねなんかあれしましたもんね。いや奇跡起きろ奇跡起きてくれカメラ角度で合ってくれ。やばいちょっとドキドキしてるストーブ買いたい寒いうそこのオッズはでかかったのにいやまあだからでかいんですよって話なんですよね。はい切り替えて次いきます。
はい、徳山5レース行きます、行きますとか言いながらあのね、まあ冒頭あるあるだと思うんですけど、ギリギリまで悩んでたら締め切りすぎちゃってたっていう、はい、そういうパターンでした、すいません。124で買おうって思ってたんですが、買い損ねました。で、まあ、結果123とかで来れば、まあまあまあ OKOKOK じゃないんだけど、さあどうでしょうか。2がよーし、1、うお、お、いや123でしょ。で、差しが入る。うわーい、21。21だった。おーっと、長瀬さん来たね、やっぱ。さあ、でも1、2、1、3、2、3、1。おーおー、答えた。うおー、2、3、1になるか。うん、まあ、よかったよ、かわしましたよ。え、でも、夕日当たってる。僕当たりました。なんか、掲げてるまあ、このもう10倍のところはもうこれもやっぱ、もうあとは9時ですもんね。どれが当たるかっていう。まあ、うまくかわしたよ、5000円の回ね、ちょっと次につなげましたね、うんうん、まあ、単純に僕のヒューマンエラーですまあ結果的にはまあ、夕平2回も当たってるけど。さあ、スタート。さあ、イン逃げて36、畑くん。あー、畑くん、そこじゃぶりって。124プク。田添さん、やっぱあれだな、ちょっときついんだな。おー、あー、2が頭に来るか。おー、2頭になっちゃった。おーおい、はい、うおー、よいしょ。はい、あー、ダメだ。216か。はい、じゃあ徳山の7レースです。剣します。ちょっとね、まあ、8000円の回になってるんです。で、ここはね、124の組み合わせのどれかだと思うんですけど、プクがね、2倍近辺でかなりちょっと安い。ただまあ、インがちょっとその信頼度でいうと落ちてる。まあ、モーニングのジョーのね、特有なこの5から9レースぐらいのちょっと難しくしてる、ああ3がやっぱ遅れるねっていうので、船岡さんの頭も全然あるなっていうところで、ちょっとここはね、剣させていただきました。で、藤山くんも良さそうだったけど、うん、5が来たよ。145ね。ただこっから入ってくる、まあちょっと難解なレースだったかな。まあ、これはもう結果論だけど、124145、まあ、5が入るとね、当然高くはなるし、気配はまああったけど、じゃあ8000円を信頼して乗せれるかっていうと、決してやっぱそんな感じではなかった。ね、まあ、1000円だけでも買うとかもできるんだけど、それはやっぱココモの原則からずれていってしまうので、
ていうところでね、まあいろんな理由があるんだけど、兼させていただきました。で、152、なるほどね。じゃあ徳山八レースいきます。コクモが6回目はい、6回目です。6回目の8000円のターン、さあ本気出します。124がやっぱね、ちょっと大人気してるんだけど、3キャブレタック交換してる西原さん、ちょっと出足改善ってことでワンチャン3あるやろ。ある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 、4入ってこい、いける、イエーイ、うおー、よく内側見える。あー、いやちょっと出足改善して、やっぱりそこでグッといけたのは136が来た。うわー、邪魔すんな、ダツマさん。どうなん、真ん中握っていけ、よし、逃げろ、逃げろ、逃げろ、いける、うおー、頼む、あー、おばさん、うー、頑張れ、うまいとこ来たな、ダツマさんは。でも内側に行って、いや、これはでもいけるっしょ、うまいことやってください。うわ、うまい、いけ、いやー、オッケー、よし、いけるぞ、これはまだ勝負できるんじゃない。さあ、134、134やったら 30.2倍、4000円かけてます。いくやろ、いけいけいけ、いくやろ、おばさん、いくやろ、さっきの2の前、さっきの2の前はもうやだ、ここは頼む、ここは、うわ、そっと2の前だ、うわ、偉い、形成されてるね、うまいな、いけ、違うな、うわ、そっち迷ったよ、ダメだ、なんでやって、マジで、そこは内側やったよ、うわーい、さあ、ラスト、いけ、あー、黙っちゃった、マジか、7万チャンスに続いて12万チャンス逃した。はい、徳山9レースいきます。再び剣ですね。まあなぜかというと侵入が変わってた、展示でもね、ちょっともう本番だと待機行動違反取られるんじゃないかっていうぐらい1号艇の智也くんが、迷ってた、迷ってたっていうか、なんかもうグダグダだったので、本番おそらく侵入また変わるんじゃないかなって思ったら、山地さんがインドリをしましたね。ただかなり深くなってる。で、まあ346でね、買うかどうかっていうところで迷ってたんですが、もう展開予想もね、これだともうグッと変わっちゃうので、もう剣しましたね。こうやって3がちょっと覗いて2が後ろに行くやろ、この形だったとよ、はあはあ、で、そっから1が、まあね、ただこれで逆に、そう、ともやくんはやりやすくなったんですよね。で、まあ剣士正解。これはちょっとやっぱもう分かんなかった。やっぱ侵入が変わるレースはこういうことがね、あるけんやるべきではないかな。ここもにおいてはね、普通に予想するには面白いね、場所ではあるんだけど。はい、じゃあ徳山10レースいきます。ココモが7回目、はい、1万3000の回、さあここで当たってくれないとしんどいってことで、プライドを捨て一番人気135、まあ羽野くんはね、もう頭まであるってことを考えると、で山崎さんのね1号艇って考えると、まあね、福案件、まさに副案件で135だろうってことでね、まあ今日は散々チャンスを棒に振ってきてます。うわー、羽野くんがやられる、うわー、
こりゃまたまたですな。山崎さんすげえなー、すごいなー。さあ、ごこい。いやー、逃げ123か。さあ、来ました徳山11レース、ココモが8回目、2万1000、ちょっとね、ここは一般戦で、2万1000もかけるとさすがにやっぱり若干オッズが若干ですけどね、ほんとやっぱ影響があって、3万4千になるとちょっとまあね、自らの首を絞めてしまうので、一応ここを最終レースにします。気合い入れてこっちのヘルメットで行くか迷ってますが、やっぱりちょっと戻そうかな。はい、じゃあ改めて徳山11レース行きます。あのヘルメット重すぎる。僕首がちょっと弱いんでね、もうあれ耐えられなかった。で、2万1000、一応最終セットの回なので、もうね、元返しプラスアルファぐらい狙って買うつもりだったんですけど、ちょっと色気が出て7、8万円ぐらいを狙って買ってます。1、3、2、1、2、3、1、3、4。あー、長溝さん、それやばくない？4が来たらいかんでね。いやー、終わった。え？ 4 来てる？まだ1、2、3あるんじゃない？よーし、そのまま逃げてよ、このまま刺さんな、あー、え？どうなってんの？長溝さん、いや、まだわからんか、ちょっと膨らんで、いや、わからんね、わからん。でも、1、いやー、わくらー、4になるのか、鶴本さん、うわー、1、3、4は一番人気やけん、ダメなんだって、結局、おい、一番人気やんけ。1、3、4? うわ、長溝さん、頑張ってくれたのに、2カゴ、いやー、うわー、ごっきついかー、一番人気やあえー、これはいかん、内側から先に回ってさせ、にゃーい、1、3、4、一番人気、1、3でしょうか、2差しで絞ってた方が良かったのか。いや、ここはね、あのね、要は色気を出してプラスを取りに行った結果、1番人気を切ったんですよ。で、1番人気を入れて、そのもうトントンでいいって思えたら1、3、4を変えてました。ココモはだからコツコツなんですよね、なるほど、やっぱりね。今日はなんかそれこそ7万逃したり12万逃したりとかして、ちょっとやっぱプラスを狙いに行っちゃった、ストーブ欲しいとかなってね。これじゃあダメなんだよ、これじゃあダメなんですよ。あと1レース残ってる。あと1レース残ってる。考えます。はい、ご視聴いただきありがとうございました。今日に関してはちょっとね、ダメでした。で、もう一回行ったのかなって思ってました、3秒前まで。ただガマゴーリでね、 SG が始まって、同時にまあレディースのチャレンジカップも始まって、で1レース目135だろうって思って、まあかけずにね、6倍ぐらい3連複ついてて、で135やろう、
したら来てました。で、当然買ってないです。で、これはもう、そういう日だなと、もうダメな日だなと思ったので、本当は SG 走らせるかなって思ったんですけど、ちょっともう僕の心が折れました。折れたというか、こういう日はもうやらない方がいい、学習しましたね。はい、で今日の収支がマイナス5万4000ですね、はい、でトータルが8万4400円負けです。まあ今日は惜しかった。ちょっとね、もうあと1個、ただその惜しいっていうのはギャンブルには全く関係ないので、まあそういう日はもうマイナスを増やさないようにして次回にかけるってことで、木曜日ね、またしっかり頑張っていきたいと思います。本当はガムボーリーこうやってねやる予定だったんだけど、やっぱね難しいっすね、折れた心を立て直すのは。ってことで、すみません、エンディングもダラダラ喋ってるけど、ちょっともう今日はやめとこうと思います。で木曜日、まあだからね、ちょっと喋りますけど、一般戦だから嫌なんですよ、ああいうことが起きるから。まあ唐津徳山ね、芦屋、簡単な上で一般戦やった方がねいいんじゃないか説もあるんですけど、予想しやすいでしょっていう説もあるんだけど、オッズがやっぱ安くなりがちっていうのと、でなんか変なとこ切っちゃうっていうのがあるから、だからやっぱ女子戦だったりとか、まあ、グレードレースの方がね、楽しみやすいかなって、まあ、まだまだ答えは出せずにいますけど、まあちょっとね11月はちょっと不甲斐ない結果で申し訳ない、本当に。まあ、10月はね勝ってたから、まあ貯金を1回ゼロになくして、12月またね新しく始めていこうと思って、そっちの企画も今作ってるところなので、まあ今月あと1回頑張ってね、でまた12月から新たな気持ちでやっていければいいかなと思っております。はい、もう今日はやめます。はい、すいません、見ていただいたのに変な結果で終わっちゃいました。まあギャンブルはダラダラしない、負けないためにねっていうのは一つだと思います。はい、それでは皆様ご視聴していただいてありがとうございました。そしてまた今後もね、まあ勝ったり負けたりしてますけど、なるべく安定させていきたいと思ってますので、引き続き応援のほどよろしくお願いします。では失礼します。